こんにちは、キャメロットヒルズ写真室の近野です。本日はですね、写真室から、卒花さんに、向けた商品をですねご紹介していきたいなと思います。以前インスタグラムにて、YouTube でやってほしいことを募集した際に、私たちも遊びに行きたいですっていうお声をいただいたので、ぜひ紹介したいなと思い、本日は、YouTube 撮影をしております。はい。で、本日ご紹介するのはですね、アニバーサリーフォトという商品でございます。こちらはですね、キャメロットヒルズでご結婚式を挙げた後に、記念の日にですねキャメロットヒルズにご来館いただいて、ロケーションで撮影ができる記念撮影の、商品となっております。使い方は様々なんですけれども、一番多いのは挙式の、挙げた月に、結婚式から1年の記念日で、写真撮影をしていただいたりですとか、あとはご家族様が増えた時に、お子様の誕生だったりマタニティであったり、誕生日に合わせて、ハーフバースデーとかで撮影していただいたりですとか、そのままこう年を重ねていって、お子様のランドセル姿で撮影を一緒に撮りたいですなど、使い方は皆様それぞれです。ご結婚式を挙げられた大切な場所で、家族の記念を写真でこう残していきたいという方に向けて、始めた商品でございます。ではですね、アニバーサリーフォト、興味あるなとか実際に、やってみたいなと思った方ですね、まずご予約方法は、皆様の、お問い合わせしやすい方法で構いません。今まで、ご連絡いただいていた、電話番号であったり、キャメロットヒルズ公式の LINE、 あとは、フォトグラファーのインスタグラムへ DM いただいても大丈夫です。はい。お好きな方法でアニバーサリーフォトの撮影を希望していますということをお伝えいただければ、カメラマンスタッフの方で、予約日程の相談をさせていただきたいと思います。で、1回の撮影なんですけれども、こちらが1回1万5000円プラス消費税で撮影していただくことが可能でございます。基本的には、教会やガーデンなど、ロケーションはその日に空いている場所を使いながら何箇所か撮影ルートを回っていくようなスタイルでございます。撮影カット数といたしましては、寝室的には、3箇所ほど回っていきますが、その場所でお二人だけのお写真や、お子様だけのお写真であったり、少し表情違いも撮影していきますので、データの枚数といたしましては、合計で15枚ほどのお渡しとなっております。はい、総枚数15枚のデータお渡しでございますね。で、データのお渡しプラス、写真をですね台紙に貼った状態で、厳選した1枚を、引き伸ばしてお渡しさせていただくので、しっかりとしたお写真1枚と、データ DVD、 こちらが、お二人のお手元に届くような形となります。撮影時間としてはおよそ30分ぐらいで撮影できますので、ぜひご都合のいい時にですねふらっと遊びに来て撮影もしていただけるといいのではないかなと思います。